どうも、岐阜のいたんです。では、うわ、マジか、マジか、やりたくねえ。退路をやるとかどんだけぶりやろう。俺が退路をやった記憶なんてマジ半年以上ない気がするけど、夜の行動。さあ誰だろう。ミカね、ミカね、よろしくんご、よろしくんご。ちょっとむずいわ、退路久しぶりやで。頼む。狼久しぶりやで。俺でもいいんやけどな。俺が出てもいいんやけどな。深夜もふけ。さあ皆さん、高評価お願いします。いいね。話し合い。ちょっと待って、妖術師いるから霊能で出て、霊能で出よう。ミカ、おはよう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 。サンドラが占い師の霊が占い師よ。よろしくんご。しかいないから、オオカミ退路って初日乱白で、乱白で占われる、占われる、あ、占われるになったんだ。占われるんや。待って、どういうこと、なんで占いさん出るの、リアキョール回答。回答は村取り、うん、まあ、とりあえず初日の占い結果は何も確証がない、何も頼れないってことやな、頼れないってことか。あ、わかった。あ、占い師の内訳わかった。わかった。そう。ミカの言う通りやな。ミカの言う通り。言う通りやな、回答が妖術取りね、妖術師取りやな。そう、占い師、明日一人降りるはずんごよ。占いロラでどんどん人外潰す？幼児佐々木は人狼神。どうするかな、じゃあ。誰がどう進行するんだ、この裏は。進行が誰も。妖術が取られてなそうなら怖いです。そう。妖
妖術師、妖術取られてなかったら怖いっすよ。取られてなかったらデゾンだから、デゾン、デゾンだからかわいそう。まあワンチャン、ワンチャンオオカミが占いに出た可能性もあるんじゃね。いや、呪われが出るのはないな。普通にグレー神に行くぞ。予測では、シン、佐々木、狼のどちらか、妖術いるから、狼回してたと思う。サンドラめちゃめちゃ、あれやな、占いローラ押すな。初日の釣り決めるのむずいな。決めるのむずいね。霊能の内訳、霊能は真オオカミ、オア、まあ、真佐々木じゃね、佐々木じゃね。占いか霊能言ってもいい。さあさあさあ、どうすんだ。占いローラーか。みんなグレーには行かないね。みんなグレーには行かない。行かないのね。ローラー派が多いな。ローラー派かなり多いね。ローラー派かなり多いね。めっちゃ喋るやん、みんな。すごいな。なんて言ったべ。占い呪われて、いや、いないっしょ。まあ、俺目線はいないと思うけどね。占い呪われは。占いとレイロラで終わりそう。グレーにかけるより確率高い。ロラしないと。サンドラめっちゃローラ押しね。オッケーオッケー。オッケーオッケー。ローラ。うん。ローラ把握。どっち占いと霊能どっちする、どっち行く、行く。時間ねえ。10秒前。フェイ。それまとまらんな、これ。誰？俺フランクにするか。俺はフランクにしようかな。全くまとまらんな。全くまとまらないんごね。ないんごね。サンドラなんやろ、うん、え、ちょっとみんな誰入れるんや、みんな誰入れるんや、入れるんや。フェイいいな。ちょっと待って、これフェイでいいわ。フェイ村目や。フェイムラメアは。フェイ。いや、フェイムラメだから、ムラメだし、フェイでよくね。10秒。フェイでよくね。うん。フェイめっちゃいい考察しとったもんだって。あれでもなんかミカシンとか言っとるし。サヨルの行動、俺マイクあたり呪われなんじゃないかと。マイク行くね。呪われっぽい気がする。マイク、10
なんで最後フェイさ、ミカが死んでんのって言ったんやろ。そうそう、それな。それな。最後に黒くなった。最後の最後に黒くなったフェイ。はい、支援を受け。さあ。お？お？これ来たか？どうだろう。あー、嘘だろ。マジか。うわ、すげえ。すげえ。すげえ。マイク守りやがった。おはよう。カミングアウト。おはよう。おはよう。え？ん？ん？サンドラ何？サンドラマジ？え？サンドラ何それ？スライド？取られた。サンドラ何？サンドラ妖術師。フェイシロね。そりゃそうだろうね。ん？アーニーどうした？意味ない？ないかな？今んとこ、今んとこは。いやさ、確かに昨日の最後にフェイが、呪われ噛まれたから明日以降は黒出る可能性ある。うん、そう、フェイ妖術くせえな。フェイ妖術師かな。妖術師かな。なるほどな。今日アーニー釣り。あー確かに。確かに今日はアーニー釣りでいいかも。アーニー釣りでいいのかな。どうなんだ。うん、サンドラの言う通りだな。する意味ない。なんか生存意欲あるのもな。生存意欲あるのもな。あるのもちょっと怪しいかな。ちょっと怪しいかな。怪盗フェイでしょ。フェイじゃね、多分。アニー釣りをす。お。まあ、サンドラほぼ村だろうしね。村だろうし、いいんじゃ、うん。サンドラほぼ村だろうし、サンドラ村本当に？本当に取られたのか？取られたのか？取られたのか？なんかめっちゃ、うん、見える。占いロラしたから、ワニするしかない。うん。あら、でもミーが、アンナもね、うわぁ、長えぇ。強いぞ、みんな。今の進行に争うより悪いですけど、昨日の時点で、回答が出なかったの分かってたから、村取りなら絶対回答で。やば。延長希望。つら。ドラが取られたっていうなら、回答は生きてる。まとまらんな。進行いねえとまとまらんな。
ねえとまとまらんな。フェイ回答用術十分ある。今その考察いらない。最後に書いてある通り、もうすでに ついてけんくなってきたぞ。やばいな。回答、霊能、霊能かアーニー、アーニー行くかって流れやな。1分前行くかっていう流れやな。あれやな、どっちどうする。霊の推し、フランク推す、30秒。まあミカはそうするわな。今日は兄でいいと思う。まだ信用確実にいけるわけではないし、どっちやな、ジェシカかアンナ、どっちが借りるとかやな。10秒前。アーニーか、どっちやろう。まあ、ワイも GJ で見てるから。見てるかな。誰入れる。アーニーでいいか。30秒前。アニーでいいね。アニーに固めればいいんか。アニーに固めればいいのか。10秒前。よし。いや、昨日きつかったな。日没 GJ 出たのきつかった。ショッケー。まあ、ジェシカかアンナなんだよな、カリエドは。どっちやろう。ジェシカか。ジェシカとアンナ、どっちかな。どっちかな。10秒前。ジェシカっぽい気がするな。アンナ行くか。シーンオッケー。よしよし、アンナ赤めた。ってなるとアンナなんやろ。市民かな。市民オアカリウだよな。市民オアカリウド。おはよう、おはよう、おはよう、おはよう。結果260。結果言う必要あるかな。マイク、ジェシカのどちらか。マイク、ジェシカのどちらか。なんで？なんでワイではないの？アーニーしろ。まあそうだよね。まあそうだよね。
レース先で見てるのでマイクかショーンが大量で覚醒が起きてたら今 RPP。 そやな、そうなるな。今突っ込もうと思って長文書いてたのに、長文書いてたのに嘘やけど、サンドラに殴ろうと思って長文書いとったのに嘘、書いてないけど、ショーンが一番最後に言って忘れやすい。そうね、サンドラこれ呪われが呪われて出ること多分分かってない。でもサンドラ、なるほど。なるほど。ちょっと待てよ。サンドラ乗らなきゃいけないやったっけ？サンドラは、マイクしろか。なるほど。アンナ亀太郎。アンナ亀太で、アンナは市民係流動。で、マイク守られてたから、マイクは市民か呪われ。で、ジェシカが何って話よな。延長希望。待って、マイクかショーンにするとやばくね？ジェシカ・リードのマイクのあれかな、どうなんだろう、難しいな。延長希望。そうやな、そうやな、そうやな。オッケーオッケー。マイクかショーン。まあ俺目線はダメや、サンドラの視点やと俺か。なんだこれ、難しくなってきたな。ちょっと信用しろよ。延長希望。延長しろよ。延長して。延長して。マイクとショーンに殴り合わせたい。マイクは、マイクの黒要素なんやろな。マイクのログ見るわ。ログ見て見るね。あるんやけど、役あるんやけど、30秒前って言って狩りと出る。カミングアウト。対抗いればどうぞ。ないね、ないよ。マイクだろ、マイク狼でしょ、大丈夫でしょ。サンドラ初日の結果は市民でしょ。マイク、だからマイクは、よしよしよし。あれ意外といけた、意外といけるのか。ピピ30秒前。
今日外したら、いや、俺も釣り飲めないよ。釣り飲めないよ。狩人だから。ちなみにジェシカ、ちなみに髪がなかった日は、やべ。よし、意外といけた。あとジェシカかんで終わりやわ。夜の行動。やった。あぶねえ、ごめん、ぐだったわ。ぐだぐだだった。ごめん。あぶねえ。10秒前。呪われっしょ。はい。はい、呪われ。はい、話し合い。やったねー。勝った。なんか勝ってた。みんな強かったけど。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、サンドラ釣りで。サンドラ釣りで。一旦よろしく。一旦よろしく。はい、サンドラごめんね。めっちゃ、いやー、俺全然喋らんかったけどな。最後勝つわ、なんとか。狩人 CEO が聞いたな。あの、なんかあたふたしとるのに乗じて狩人 CEO して、そのなんかみんなに考える隙を与えないみたいな、そんな感じ。で、ショーン太郎、フランク・レイのサンドラ市民、ジェシカが呪われやな。呪われ人狼。で、ミカサ佐々京のフェイ妖術。フェイは元怪盗やな。で、アーニー占い、アンナ・カリュード、マイク・シグ。よっしゃ、グダグダやった。グダったけど勝てた。よかった。乗っ取りよりよかった。テスト勉強し、何歳なんだ？あの考察できるの何歳なんだ？みんなすごいな。みんな考察すごすぎて、上級者部屋かと思った。上級者部屋かと思った。難しかった、この部屋。やっぱタイロールと難しいな。そう、誰でも部屋レベルじゃねえよ、これマジで。ありがとうねー。みんな何歳なんだよ。すごくね。なんであんな打てるの、みんな。テストとか行って。学生やん。めっちゃ頭いいや、みんな。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。明日の動画もぜひ見てください。そうじゃ、ありがとうございました。